ずかしいな、恥ずかしいな。こんにちは。まあ、自転車競技は大きく分けて3つに分かれると思います。今日はこの後ろでやっている、ね、ロードレースであったり、あとは競輪に代表されるトラック競技、そして山道を走る、まあ、マウンテンバイク。今日この後ろでやっているのは1周がだいたい1キロ前後の周回コースで行われるクリテリウムという競技に分かれると思います。まあ、周回コースということでだいたいコーナーがあるんですけど、まあ、そのコーナーの立ち上がりであったり、割と集団でゴールに入ってくるんですけど、そのやはり迫力というのが見どころになってくると思います。やはり自転車の魅力というのは自分の力で、いろんなところに行ける、そしてまあこの風を感じるというかね、すごく自然と一体感がありますし、本当に身近なものをね、自分のこう感じるスピードと同じぐらいで進んでいけるので、いろいろ家の近くとかでもこう発見することが多いと思うんですよ。まあ、そのあたりが自転車のまあ魅力だと思います。抜かすんやったら女の子で3位やもう。やはり先頭の方がきついんですけど、このクリテリウムというのはコーナーの都度集団でこう伸びるんでね、後ろにいる方が結構不利なんですよ。だから前の選手はなるべく先頭でペースを上げていって後ろを苦しめる、ゴールでね勝つということを考えるんで、あまり力をね溜めてもダメだし、使いすぎても後半に影響するんで、こうやってジャブをね打ち込んでいくっていうのがロードレースのその勝つための鉄則ですよ。まあ、ジュニアって言ってますけど、JCF の登録の方なんで、まあ、高校1年から高校3年です。最近は自転車が、ね、ちょっとずつこうブームになってきて、自分たちが親世代になって、その子供がセア選手だったりっていうのは徐々に増えてきてますね。いや、星ダメでした。やられた。いや、序盤に逃げが決まってて、思うけどね。